はい、そういったわけで始まりました週刊ギターフロンティア、今週もよろしくお願いします。まあ、7月ももうね入りまして、今日2日でしょ。もうあっという間ですね。今年ももう後半、そして、個人的なことで本当申し訳ないんですけども、来週、7月8日なんですけど、私の誕生日でございまして、もうでもね、やだよね、もうこの年になると誕生日、正直切ないわね。でもあれですよね、本当僕もね50過ぎだから本当に感じたんですけども、もうゴールが見えるわけじゃないですか、死というね。若い時は全然もうなんかいつまでも生きてられるような気が一瞬するわけですけども、あ、死ぬんだと、ね、必ず人間は死ぬんだと真剣にこう気がついた時に、なんていうの、こうかっこいい言い方すると、死を意識することは、生きること、生を生きるというか意識するというふうに本当に感じましてね。最近は言ってますけども、酒をやめたり、グルテンフリー生活だったり、もう健康にね気を使って、とにかく健康でね、元気でこのお店だったり、この企画、週刊ギターフロンティアだったり、ぜひ長く続けたいなと思ってますんで、皆さんもよろしくお願いいたします。皆さんも健康でね、できましたら皆さんも一緒に健康で年を取って、この YouTube チャンネルずっと一緒に見てってほしいなと思います。ということで、今週もですね、最後までゆっくりお楽しみください。よろしくお願いします。はい、ということで、第23回。週刊ギターフロンティア、よろしくお願いします。いつもはオープニングは、おはがきコーナーとかやるんですけど、今回はですね、いろいろ試してみたいんで、おはがきコーナー一番最後にします。まずは、今回はですね、いきなり企画、実はゲイリー、レコーディングするという企画でですね、私一応ね、ピンであの頃の少年とか、君に会えてありがとうとか、CD 前作ったじゃないですか、2年ぐらい前かな、2曲入り。で、今度は今年、本当は去年やるつもりだったんですけど、なかなかこうバタバタしちゃって、メンバーのね、問題もありますので、バンドの方、ザ・ブッシュ・ミルズっていうハードロックの方ですね、オリジナルでハードロック作ってるんですけども、そちらの方で、今回は、なんとか頑張って3曲入りの CD 作ろうかな。もちろん全部オリジナルですけども、レコーディングしてきました。今ね、いろいろなんやかんあって、もう実は35の時に作ったバンドで、スタート時点では5人だったんですけど、いろいろ抜けてったりなんかして、メンバーチェンジがあったりなんかして、今は、私ギターね、ゲイリー鈴木と、ボーカルの田畑くんと今2人で、あとドラムいろいろあの手この手で、今回の2曲、とりあえず2曲レコーディングしたんですけど、1曲はプロのドラマ、東京のプロの方から、音を入れてもらってやってます。もう1曲の方は打ち込みかな。あとベースは僕自分で弾いてます。で、いろいろね撮ってきたんですよ。その模様をね、今回ちょっといろいろ撮ってきたんで、ちょっと見てもらおうかなと思って撮ってきました。で、ちなみにですけどね、2曲のうち、ずっともう35の時からやってる曲なんですけど、ほとんどが結構自分でも気に入ってる、オーソドックスなねハードロックだと思ってるんですけども、この週刊ギターフロンティアのオープニングで使ってる曲です。それがスリーランゲージっていう曲なんですけども、それをちょっともうちょっとブラッシュアップして、いろいろ作ってます。はい、ということで、意外とねレコーディングって皆さん大げさに考えてる方多いと思うんですけども、意外と機材があったり、あるいはちょっと分かる人、友達とか、あと丸投げしてもいいですね。そういう業者さん、安くやってくる人も実は探すといっぱいいるんですよね。今回も実はもちろん新潟市内にもいろいろスタジオあるんですけども、本格的なところから、ただの練習スタジオから、最悪例えばカラオケボックスでもいいでしょうし、最近はね公民館的なところあるじゃないですか。めちゃくちゃ立派なんですよ。公民館でも、なんていうの、音楽練習室とか、ちょっとしたスタジオいっぱいいいところあるんですね。今回は新潟市の隣にですね、柴田市ってところがあるんですけども、そちらの、施設、ちょっと借りて、音楽室があるんです。スタジオなんですけどね、その機材はそのアンプとか全然ないんで、自分の持ち込んで、で、例の高橋直人君に全部レコーディング機材持ってますから、マイクとかそういったものも一緒に来ていただいて、レコーディングしてきました。ぜひちょっとねチラッとですけど見てください。で、ちなみにですけど、僕も一応新潟をいろいろこう全国に発信したいので、柴田市って有名な方もちらっといらっしゃるんですね。出身な方で、
ちなみにですね、三田村邦彦さんも柴田市出身なんです。知ってるでしょ、あの必殺仕事人で有名なし、秀だっけ、ね、確かそうだよね、秀役だったよね。あの1953年生まれですから現在69歳です。この人もね、柴田の実は、まあ、地元のネタで申し訳ないですけど、柴田の県立柴田高校卒業、柴子ってすごく優秀なんですよ、この学校、当時学校では、ね、東大も行く人いますからね、そこを出たという優秀なんですね。そしてあのその必殺仕事にね、秀役、その後に太陽に吠えるも出てますね、ジプシー刑事ね。その後はあれですよ、 TBS の渡る世間は鬼ばかりでも出てましたよね。ですからそういう意味では何、必殺仕事人、太陽に吠えろ、渡る世間は鬼ばかり、国民的ドラマに3つも出てるっていう素晴らしい人ですよね。最近はまあたまにね、あの見ますけど、まあ頑張ってほしいですよね。そしてね、柴田出身っていうともう一人有名な方がいるんですけど、我々世代はみんな知ってますね。佐々木武さん、わかる？若い人わかんないか。仮面ライダー2号です。一文字隼人役で、この人はねもうちょっと上で、1947年生まれですか、現在76歳で、この方の佐々木武さんの佐々木ってのももちろん芸名なんですけども、ウィキペディアで見ると、あの誰かがつけてくれたっていう話になってるんですけど、僕ね、あの高校の時から地元では有名だったんですけど、あの柴田市の中に国道7号線というのが走ってて、そこの佐々木っていう地名があるんですよ。そこ出身だったんですよ、確か。で、確か実家がね、僕の記憶がですよ、確か僕の同級生から聞いたんだけど、実家がガソリンスタンド経営してたはずなんですよ、佐々木で。だから佐々木で付けたって僕は聞いたはずなんですよ。ウィキペディアとか一切そういう情報出てないですけど、僕らは、地元の人はそう信じていますね。ちなみに今現在も佐々木さん頑張って東京で、なんか、だいぶ前、10年ぐらい前かな、10年ちょっと前から東京で居酒屋やってるんですよね。バッタモンっていう。あのバッタこれ仮面ライダーだからね。ということで、まだまだ頑張ってほしいです、仮面ライダー2号。ちなみに、これも有名な話ですけど、1号は、あの、藤岡弘さんでしたけども、まあ、例のね、あの、バイクの怪我で、急遽2号になるわけですけど、変身ポーズは、佐々木さんが作ったんですよね、確かね。ですから、仮面ライダーを語る上で、佐々木さんは、非常に重要な、ね、ポジションなわけですね。まあそんなことはいいですね。さあということで、そういった柴田市でちょっと私、うちのボーカル田畑くんと、そして今回は、プロデューサーと言いましょうか、エンジニアと言いましょうか、高橋直人先生に頼みました。こんな感じで撮ってきましたんで、どうぞ。はい、というわけでレコーディング前に直人くんとこちら柴田駅前の有名ですね、長島食堂。ボーカルの田畑君です。よろしくお願いします。ちなみに今日何頼んだんですか。超生チラシ。嘘でしょ、嘘でしょ、本当に何でもないことになりましたね。嘘でしょ、3人全員超生チラシ。マジで3。ごちそうさまです。顎ごちそうですわ。信じられないことだ。そして、はい、ついに来てしまいました。何頼んでるよ、勝手によ。超生チラシです。月を見て頼むんでしょ。めちゃくちゃ高いやつじゃない。一番いいやつ。上生チラシ。値段言わないでね。はい、あの見てる人にまた反感買うから。反感買うんですか。ちょっと今。はい、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。本日レコーディングこちら、柴田市の。そうですね。あの図書館なんだよ、隣で。そうです。でもちゃんとこれ音楽練習スタジオということで。正直めちゃくちゃ防音が効いてますね。めちゃ効いてます。ここすごいで綺麗だし、でドラムが用意されて、まあこれだけなんだよね、ドラムセットだけで。あとピアノあったり、あと PA も一応あるんですね、はい、一応アンプは持ってきました、マーセルキャビネットで。さあアンプはこれすごいでしょ。アンプはね、紙袋に入れてくれない今すごいよね、このソルダーのミニ。ソルダー、はい。さあそしてミルズのボーカルです。おー、田畑くんです。どうも。よろしくお願いします。よろしくどうもお願いします。
これからですね、長丁場ですけども、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ナト君、ここね、前回も僕の CD で、はい、そうですね、あの頃の少年でお世話になりましたけども、これで1時間500円で、施設すごい綺麗ですしね、隣があのコンビニなんだよね。そうです。そうですね、トイレも綺麗だし、駐車場も一応有料なんだけど安いんですよね、こう施設利用者はね。利用者は安いっすね。はい、ということでこれからいろいろレコーディングの機材のセッティング、はい、パソコンとかも持ってくるんですね。全部持ち込みで。すごいです。じゃあこれがどうなるんでしょうか。ということで これから僕もあのアンプのセッティングとかギターのセッティングがあるんですけど、いいな、ボーカルはこういう時な。あ、もう歌だけだもんね。なんだよお前態度悪い。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、お願いします。さあ、そしてこちら私の方のですね、アンプのセッティングも終わりました。マーシャル4発キャビネット、そしてソルダードミニ、そしてチューナーはこれはね、トーンワークスコルグのね、ラックチューナー、そして下の、コルグのデジタル、あ、ヤマハのデジタルリバーブは今日は使えませんけど、これ今練習の時にちょっと気分を上げるために、はい、なるほど。そしてギター2本使います。お、来たね。出ました、ギブソンレスポール、おグリーニー、カークハメットモデル、でも実際はゲイリウムアモデルです、ね、そして出ました、ヘイマー USA カルフォルニアン、ね、有志ですよね。27フレット仕様 EMG ピックアップ、でフロントは使えません。はい、これフルドル付きね。これあのもう今日2曲撮るんですけど、ミラーミラーっていう曲が途中でどうしてもあのフルドローズによるアームダウンがありますので、どうしてもこれが必要でございます。3ランゲージはこれでやります、はい、ちょっとカメラ、サードもお願いしていいですか。ちょっと音をね、じゃあまずはヘイマーのサウンド、今そういうわけでレコーディングでは切りますけど、今リバーブかけてヘイマーサウンド前回からの、ちなみに真空管アンプでこういうことやっちゃいけないからね、スタなんでなくあ、違うね、あ、違うね、やっぱり全然違うね。こっちやっぱザクザクというね、ザクザク感、さっきの EMG ですからね、ほらザクザク、ザクザク感ありよ。これリーフ気持ちいいね。いいね。テンション上がるね。こんな感じですか。最高。おー、出た。ね、すごいでしょ。いや、もう顔がゲイリウムだ。This is Trump. Oh, 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 oh. あれですけど、歌詞って一番を最後に繰り返すんでしたっけ。そう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 、ね、今さら今さら忘れちゃう。いや、こうなるんですよ、緊張しちゃって。いや、そんな意外といつもやってるやつがあれみたいな、改めて考えちゃって、俺どうだったかな、ね、どうだったかなみたいな。25年やってる曲だよ君いや、もうなんか忘れちゃいました。そう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 、そういうもんですよ、そういうもんね、意外とあるんですよ。あと何回ライブで歌ったのこれ。忘れましたね、もう。練習も含めたら何百回歌ったろう頼みますよ、本当に全部忘れる、はい、じゃあゲイさんも、はい、よろしくお願いします。ヘッドホンよろしく。For me, it's my oldest on the now. Mirror, mirror. Mirror is fairest on the now. 失敗したな。ちょっと、そこ繰り返したもんね。Mirror, mirror on the wall. Mirror, mirror. Mirror, mirror. Mirror, mirror on the wall. Mirror, mirror.ミラーミラー、 あもう入ってますよ。さあ、今度はゲイリーのギターパートの録音です。
なんかでもかっこいい音になってんだよ、でも音は。なんか結果的にかっこよくね。きらびやかな感じになりました。だと思うけど、もう。要するにピッキングがここまでした方がいいですか。うんうん、もう一回。もっともっと上げて。そこそこ。もそこ。鳥みたいな。あ、いい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 結果オーライ。マジですか。めちゃくちゃかっこいい。これ伸ばせばいいですか。うん、あのね、バンヘレ、バンヘン、バンヘンになっちゃった。バンヘって、わあかっこいい。もうね、技術すごいな。ミスが逆に災い転じて福とです。超かっこいいんですけど。マジですか。俺が全然、でもちなみにライブで再現できる。まあよくあるパターンですよね。まあ、レコード芸術ですから。レコード芸術。我々はね、ある意味僕たちは最終期のビートルズね。ああ、なるほどね。もう、レコもうスタジオで再現できない。再現できない。ライブのダメ。どうも、ジョン・レノンです。いや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 。かっこいい。もうこれ、結果オーライ。正解。正解で。はい、いかがだったでしょうか。レコーディング風景、まあ大したね、ことはやってないんですけども、もちろん完璧なねレコーディングというか、あの演奏でももちろんないんですけども、まあとにかく僕はあの CD というか形作るのがもうとにかく大事だと思ってるんで、少しずつでもまた今回作ったのが、またねダメだったらまた来年少しずつこういいのを作っていければいいなと思っています。年内にね、できる予定です。3曲入りでまた販売しますので、ぜひよろしくお願いします。ちなみにね、先ほどあの柴田出身ということで、あの仮面ライダー2号ね、佐々木さんの話しましたけど、佐々木さんも、柴田高校出身なんですよね。2人とも優秀です。そして今回のレコーディング手伝ってくれました、我らが高橋直人君、今はあの村上市っていうところに移住して頑張って住んでるんですけども、彼も、生まれは柴田市なんですよね。ですから、直人君もこれからどんどん売れて、柴田の出身有名人となることを願っています。皆さんもそう思うでしょ。よろしくお願いします。はい、ということでゲイリー鈴木がお送りする週刊ギターフロンティア、ここからはお待たせいたしました、バックトゥーザフォークのコーナーです。ありがとうございます。さあ今週は先週に引き続き、ね、名盤でございます、ね、かぐや姫ライブの後半をお送りいたします。でね、あのコメントでもね実はあったんですけども、あの前回はあの途中までいろいろ、まあ、解説っていうかね、僕なりのちょっと話させてもらったんですけども、22歳の別れのソロの部分ね、お話したんですけども、当然あの22歳の別れっていうと有名なあのチューニングの話があるじゃないですか。今日はそこから行ってみたいと思います。まずこの曲あれですよね。よいしょ、ちょっと狭いんですよここね。ナッシュビルチューニングの話、ほらちょっとそれにちゃんと貼ってきました。まずあの、まあ、当然ねかぐや姫ファンだったらみんな知ってると思うんですけども、知らない人のために簡単に
解説します。ナッシュビルチューニングってのはなんとなく12弦ギターっぽい音を出すために考えられたチューニング方法で、まず一番下の細い弦1弦2弦はそのままです。普通のアコギの1弦 E B、 これ普通の1弦2弦張ってください。で問題はね、そしたら3、4、5、6弦は取っ払ってください。まあ、一旦外す。ね、外して捨ててください。そうしたらまたもったいないですけど、新しい、アコギ1セット用意して、その1セットの1弦、2弦、3弦、4弦を、それぞれ3弦、4弦、ね、5弦、6弦に貼ってください。そしてチューニングは、6弦のところは、ちょっと今チューナーつけますね。よし、オクターブ上。で6弦だったら普通のアコギ弦の4弦を張ってオクターブ上の E、 5弦のところに普通のアコギの3弦を張ってオクターブ上の A、 ここはオクターブの D、 2弦を張ってね、2弦を4弦のところに、そして3弦のところに本の普通の1弦ね、これ張ってG にしてください。ですからこの、3弦から3、4、5、6弦は普通の弦の1弦、2弦、3弦、4弦を張ってそれぞれオクターブ上の音に合わせるんですよ。そうするとこうなります。ほらもうこれだけでめちゃくちゃ綺麗でしょ。ほらね、すごいでしょこれ。そしてこの22歳の別れカポさんでこれを弾くわけですよ。まあこれ当時あのレコーディングで石川貴彦さんがアイデア出したって話ですね。アメリカでは結構当時あの割とポピュラーなチューニングだったらしいですね。こういったカントリーの人とかにこれで弾くわけです。で、あの人の弾いてるのは指全部に確か少なくとも3本4本にはあのサムピックという指にピックつけてましたね。これ難しいんだよね。こんな感じで確かね YouTube でねいろいろ出てますので、あのアルフィーの坂崎さんと石川さんのやってる動画があるんですけど、あれ見てください。あれめちゃくちゃ面白いよ。あの脇であの坂崎さんがこう弾きながら本物ですねって言いながら言ってるのがすごくおかしいんですけど、そしてね今日はねもう一つ面白い話があるんですけども、このナッシュビルチューニングはもちろんなんですけど、この今回の名盤紹介かぐや姫ライブ、これね僕今回いろいろこう弾いてて聞いてて気がついてんですけども、これねほぼほぼチューニングが1曲目からあの普通のチューニングで合わないですね、ズバリ。これ皆さん気がついてる人多いと思うんだけど、これ普通の 440Hz ではないですよね。あのいろいろ僕ネットで調べたんですけど、一人だけ語ってる方がいて、曲によって例えば最後の、まあ、この後に出てくるんだけど、一番最後の曲神田川だけが 446Hz だとかいろんな話がある、まあ、いろんなその人だけなんだけど今のところ確認したのは。でね、あの僕が今使ってるこのチューナーなんですけど、結構ほらヘルツA の基準値変えられるチューナー多いんですけど、だいたい445までなんですよ。でこれ445にセットしたんですね。そうするとほぼほぼ全曲はこれで合うんですよ、きれいに。ですからこの今の、22歳の別れも445でチューニングすると、みたいなね、割とでこの少なくともこのライブ版には合ってます。多分これなんでかなっていうことなんですけども、でね、じゃあこの最後の最後に言おうかね、そんな感じですから、この少なくともですよ、あの通常のレコーディングバージョンはまた違うんですけど、このライブ版に関してはなぜかチューニングがちょい上がってるんです。ほぼほぼ445に合わせてチューニングするとほぼぴったりだってことに気がついたんですね。
ということで、次の曲がですね、22歳の別れから妹よになるわけですよね。これはもう飛ばします。まあこれ割と普通にアルペジオなんでね。そして星降る夜を、あ、ちなみにこの後にちょっと海っていう曲もおまけみたいについてるんですけど、で置き手紙に行くわけですよね。これがまたね、やっぱ調べてみるとこの最初ノーマルの440だと全然合わなかったんですよね。でいろいろ調べて、ここで気がついたのかな、この曲ってマンドリンが入ってるんですよ。でそれマンドリンこの代わりでなんかこれで弾こうかなと思って努力したんですけど、なかなか合わないんで、あれ合わないなって中に上げてったら合うのね。あ、ちなみに今日ねマンドリン用意してたんですけど弦が切れてしまいまして残念でしょう。探したらマンドリンあったんですよ、古いジャパンヴィンテージの。それも珍しい、確かサムだったっけな、サムの寺田楽器の。今度出しますね。あ、一応見る、一応見ますか。はいはい、ということでこちらはサムのですね、70年代のマンドリンが一応用意してたんですけど、今これ外してますけど弦が、切れて、あと在庫がなかったと急遽注文したんですけど、さすがに1日ではさすがの来なかったので、これいつかまたねちゃんと弦を張って、ご紹介したいと思います。マンドリン70年代はねマンドリン結構流行ったらしいですね。高校なんかでマンドリン部っていうのがあったんですって。昔は女子高生がですね、マンドリンを弾いていたっていうね、そういうことがあったらしいですよ。だからすごい売れたんですってね当時ね。はい、そして、このね名盤かぐや姫ライブ、そろそろ終盤に行きます。置き手紙の後に目を閉じて、そしてあの人の手紙ね、そして神田岡で終わるんですけど、あの人の手紙、これはやっぱり解説したいですよね。これカポ2なんですけど、これもやっぱりねさっき言ったように445でチューニングするとぴったりでした。そしてねこの曲、僕やっぱりね当時中学生かな、アコギを覚え始めた時にやっぱこれめちゃくちゃある意味ね教科書になりました。この曲はみんな練習したと思うんですよ、簡単だから。そしてストロークの超基本ですよね、このチャッチャッチャッツカツカツチャ、このね最初みんなこれ覚えたでしょ、この今でもこれみんな使うよね、このチャッチャッチャッカツカツチャ、これを当時やっぱり一生懸命練習して覚えましたもんね。このイントロで言うと、まあ、カポ2で A マイナーから A マイナー C D B7、 この4つ超簡単なコードじゃないですか。 A マイナー C D E7、これで右のストロークをくっ、緊張迷惑なのでやめておきますけど、これはね本当にいい練習曲、課題曲になりました。このストローク、これ作った人は作詞が伊勢正三さんで作曲南こうせつさんなんですけど、まさか作ってる時この曲がみんなね当時の中学生たちがこのギターを覚えるのにちょうどいいだろうって思って、もちろん作ってないと思うんですけども、結果的にこれね、これでみんなギター練習した人多いと思いますよ。そしてね、コードは簡単なんだけど、この詩がすごいんだよね、これ。今もこの年になると、なるほどなと思うんですけど、当時中学生の僕には全くピンとこなかったんですよね。これ戦争の話してるわけでしょ？戦場への招待券というただ一枚の紙切れが、召集令状ですよね。それで戦いに行ったと。で、ずっと帰ってこないと。で、待ってんだけど、でも帰ってきて、ほら、あなたでしょって言うんだけど、でも、帰ってきてないんでしょ、どうせあんた死んだんでしょっていう、そういうね悲しい、そして翌日にあなたの死んだ、ね、手紙がついたと、あなたの死を告げた手紙が、
これ悲しい歌なんだけど、当時の僕としては、まあ、戦後、まあ、何十年か経ってたんですけど、もう僕らの当時の中学生の僕には何十年どころか何百年も前の話のような感覚だったんだよね。当時はもう日本に戦争があったなんて、あ、一応歴史的にはあったんだろう的なぐらいで、もう全然戦争なんてのもピンとこなかったですよね。まあでも逆に今どうでしょうか。僕別にこういうこのチャンネルでそんな思想とかそういうことは全然言う気はないんですけど、でもこの最近のね世界情勢、日本のいろんなことを考えると、なんかもう昔のことでもないな、怖いな、本当いつそうなってもおかしくない世の中じゃないですか。でも本当にだからこそ、なんかギターが弾ける、歌が歌える、さっきのコーナーでやったレコーディングしただとかさ、能天気なこと言えるのはやっぱり平和だからですよね。だから本当にこの、うん、だからどうしろとか別にそんなこと言う気も全然ないんだけども、まあ平和なことを感謝するしかないっていうか、とりあえずね、そしてなんか少しでもなんかいい世の中にできたらいいなっていう、本当に別にだからどうしてっていうことじゃないですよ。別に大井さんのことだから何をしろとか何を してくださいとかそういう話は全然ないんだけども、まあ正しくありたいと思いますよね、本当にね、ということでございました。ちょっとごめんね、全然話が違って。さあ、そしてあの人の手紙から最後の曲になります。13曲目、神田川でございます。でこの曲はカポさんだっけな、これ確かね、カポ、あ、これカポなしか、これカポなしで、ここです、今日のね、また話なんですけども、でさっきからずっと言ってますけど、このアルバムは 440Hz だと合わない、445だとなんとなく合うかなっていうことなんですけど、でこの曲をね445でまたやってみたら、なぜかこの曲だけが445でも合わないんだよね。でちょっとまた445でしか設定できないんで、このチューナー445で設定した E からちょい上げんのよ、もう気持ちいい。だから、まあ、メーターがないのなんとも言えないんだけど、多分448ぐらいだと思われますに合わせると合うんですよ、ほぼほぼ。ですから445のチューナーなんだけど、それをちょっと上げるという、それするとめちゃくちゃ、ここバイオリンのとこね、あなたはもう忘れたかしら、赤いこの曲ね、コーセさんのキーすげー高いから普通歌えないよ、これこんな感じね。でこれなんでこの曲だけじゃあ、445でも合わず448多分ですけどなのかということなんですよ。これは僕のね推測ですけども、もしかしたら当時の、まあ、当然レコーディング、まあ当然会場でね、これ確かね全国のツアーで何か所か撮ってるんですよ。ですから同じ日じゃないんです、全部確か。でその日によって、例えば会場が厚くてテープが伸びたとかそういったこともあるし、エリック・クラプトン大先生のレイラってあるじゃないですか、愛しのレイラ、これね、でこれまあこれなんですけど、これもね有名な話で、実は通常の 440Hz A の基準値で合わせると全然合わないんですよ。これも結構高いんです。447とか確かだったかな。結構高めに設定しないと合わないんですよ、レコードと。あれなんでかっていうと、あれこれ有名な話なんですけど、普通にレコーディング、普通の 440Hz の A の基準値で、普通のチューニングでもうみんなで録音するわけですよ。で、わって、あ、わってわってみんな飲み行こうぜ、ビールでも行こうぜ、って、もう帰っちゃったんだって。で、その後にエンジニアだかプロデューサーだか、当時、リールですよね、テープでこう聞いてたら、どうも違うなと。なんかいまいち違うなと思って、なんかグルーヴ感が違うとかなんか思ったんですよね。で、回転をちょっと上げたんだってさ、再生の。そして、お、これはいいわって言うんで、ちょっと、
と回転を上げたままで、あのレコーディングっていうか、そのままレコードにしたということで、当然そうするとチューニングは普通のチューニングが合わないっていうことだったんですね。もしかしたらこのかぐや姫ライブで最後のこの神田川、当時録音した時にもしかしたら普通にチューニングしたんだけど、テンポがゆっくりすぎて、後でね、エンジニアの方、プロデューサーの方聞いて、当然スタジオでね、あのマスタリングするときになんか違うなってことで、もしかしたら回転を少し上げたという可能性もなきにしもあらずかなという気もいたします。ということでね、なぜか神田川だけは445にね、なんとか全体的に他の距離445で合ってるんですけど、神田川だけは440、僕の感じだと448ぐらいなんですよ。448Hz A の基準値がね。なのでもしかしたらそういったことがあったのかなと、僕の推測ですよ、推測ですけど思いましたという、そういうちょっとマニアックすぎた、ということで今日はですね、ギター2本を用意してですね、たまたま偶然ですけど、どっちもモーリスだったっけね、一つよろしくお願いします。これも古いやつだけど、一応これ韓国製かな、まあ、そんな高いもんじゃないですけど、こういった安いのもきっちりあの買い取りして磨いて、あの結構中学生とかね、高校生でとりあえず安くてなんかいいのないですかって来るんで、ちゃんとしっかり原稿も、これめっちゃ低いよ、これも 2. いくつぐらいしてるんで、こういうので、まあ、これだともう全然安く出せるんで、1万円台で出せるので、もう安いともあのね、お金ないんですけどって言って、この後もめっちゃ安くしたからね、9800円でも出したね。あの僕は何と言ってもあのいつも言ってますけど、若い人にやっぱりギターどんどん弾いてほしいんで、ね、あのぜひこれ、まあ、正直おっさんが多いんですけど、うちの視聴者様は若い人もでもね、少なからずいらっしゃるので、これを見てる方でうちのお店入りにくいって方結構いるんだけど、大丈夫、入ってきて、どもう頑張って、だったらすいません、安いのくださいって言って、正直じゃ出すから、出すというか作るから、あのちゃんと仕上げてね、全然こういうギターは別に儲ける気全然ないので、もう正直手間考えると全然大変なんだけど、あのやっぱ若い人にぜひやってほしいです。僕がそうだったように、このね、当時その、1974年ですか、僕は中学2年だったと思うんですけども、5000円で買ったフォークギターでこういった今日やったねのを全部覚えたわけですよね。そして今に至るわけでございますよ。ですから今の中学生高校生も、もし興味があったらチャレンジしてみてください。お小遣いが全然なくて予算が足んないって人も言って、一応言ってみて、それは無理って言うかもしれないけど、あのこんだけしかありませんとか言ったら、まあじゃあいいよそれでって言うかもしれないしね。よろしくお願いします。で本当にね、今日のこのアルバムは当時の僕にとってはある意味、今 もね、ロックとかさっきのね、あのレコーディングではバリバリハードロックやってますけど、これがある意味ルーツかもしれないですよ。このそれこそこのあの人の手紙のこのね、このこれが原点になって、今自分でこうやってこんなに弾いてるわけでしょ、ね、これはもしかしたらルーツは全然ゲイリー・ムーアでも何でもなくて、実は南こうせつだったというね、そういうことも言えるわけですよね。ということで、今週のですね、バック・トゥ・ザ・フォークはですね、74年のもう本当名盤中の名盤と言っていいでしょうね、かぐや姫のかぐや姫ライブでした、ご視聴ありがとうございました。また次回は、バック・トゥ・ザ・ロックでお会いしましょうね。はい、ということで今週のバックトゥーザフォークいかがだったでしょうか。またこんな形でね、あの毎回毎回洋楽だけじゃなくてね、たまにフォークもやりますから、もしよかったらリクエストなんかもよろしくお願いします。さあ、あのコーナーも最後になります。最後にですね、おはがき紹介コーナーもやりますけども、今週ねおはがきもいっぱい来たんですけど、何通来た、結構 1,2,3,4,5,8 枚ぐらい来たんですけど、あの大きな箱が来たんですよ。何が来たかと思ったら、すっごい立派な桃が来ました。こんな感じで、さあ今日はですね、これ大阪の N 様からなんか桃が届きました。
今日は6月30日、金曜日なんですけど、カメラさんは A さんです。よろしくお願いします。よかったね、ちょうど帰る直前でしたね。持ってってください。桃をいただきました。でね、大阪って桃が夢なのかと思ったら、これ岸和田で作られた桃らしいです。ちょ見てみますね。ほらほら、ちょっと A さんカメラ、ね、生産地岸和田、これなんていうものかね、こう包む近い町ね、あと調べとこう、はい、あ、なに、昨日取れたばっかだよ、ほら昨日取れて今日届け、すごい、大島さんありがとうございます。大島秀夫さんが作ってくれたでもなんとかね、作ってくれた人の名前N 様、 N 様だ。さあ、それでは開けてみましょう。うわー、ちょっと見て、うわー、いい香り、見て、くー、美味しそう。いや、ありがとうございます。これちょっとみんなで分けますね、本当に。あー、いい匂いね。ありがとう、ということで、もう大阪の N 様ありがとうございます。兼近の桃、ね、有名なんですってね。僕初めて、今日帰って食べようね。ありがとうございます。さあ、じゃあいくつかね、もう時間もないですけども、おはがき紹介していきたいと思います。東京都の、こちらはペンネームシェイク沼袋さん、あ、いつもありがとうございます。背景ますます硬いいつもありがとう。先日は宛名を間違えてしまい申し訳なく存じます。そんなことないです。さて、前回ははがきも読んでいただき、早速バックトゥーザフォークを放送していただきありがとうございます。とんでもないです。興味深く見せていただきました。かぐや姫ライブレコードを持ってます。再び聞いてみようと思います。あ、そういうふうに思ってもらうのが一番嬉しいんですよ。次回も楽しみにしております。ではどうぞお体を大切にお過ごしください。ありがとうございます。何、間もなく69、ロックじゃないですか。頑張ってくださいね。ペンネームシェイク布袋さんにはまたまたステッカートピックお送りします。お待ちください。さあ、続いて、こちらは今日何枚読めるかな、全部読めないと思いますけど、ごめんなさいね。熊本県の、この人はペンネームあるのかな、ペンネームはね、あ、ラジオネーム、嬉しいね。ラジオネーム、マーチン月丸、67歳。今日は平均年齢高いぞ頑張ってください。背景ゲイリ様、ありがとうございます。いつも、楽しく拝見しております。ギター紹介動画、週刊ギターフロンティア、バックトゥーザフォーク、全部チェックしてます。ありがとうございます。これからも元気で頑張ってください。頑張ります。 D18 1974年生オーナー持ってます。いいですね、74年、めっちゃなるでしょうね、マホガニーね。はい、これからも一つよろしくお願いします。マーチンスキマルさんにはですね、おなじみの、バックトゥーザフォークとバックトゥーザロックのステッカー、そしてうちのオリジナルピックお送りします。待っててくださいね。はい、もうちょっと読めるか。こちら、あ、この人も大阪の、ペンネームトムトムさん、いつもありがとうございます。こんばんは、ゲイリー様、前回ハガキを読んでいただきありがとうございます。とんでもないです。読んでいただいた時には嬉しいやら恥ずかしいやらで気持ちわかる。 YouTube だから曲を流せないため、ゲイリーさんが弾かれる曲がいい感じで、いや、とんでもない、お恥ずかしい。これからもお願いします。かぐや姫ライブの解説も興味深くて、またアコギの音を聞くと1970年代を懐かしく思い出させてくれて、懐かしいなぁと拝見していました。よかったです。前編よかったです。後編も楽しみにしています。今週どうだったでしょうか。はい、そんな感じでございます。ゲリさん、あ、イアン・ベアンソンさんのことをすごく良かったと、ありがとう。本当にね、イアン・ベアンソン亡くなってしまいましたけども、本当に素晴らしいギタリストなんで、これでもし知ったって方、ぜひ過去のパイロットだったり、アラン・パーソンズの作品だったり聞いてみてください。そう、僕ね、そうやって知ってもらってね、なんか興味持ってもらうのが一番嬉しいし、この企画やってる意味があるなと思ってますんで、よろしくお願いします。ペンネームトムトムさんにもまたまたステッカーとピック送りますね。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、もう一丁いくか、もう一丁いけるかな、何枚いけるだろう。こちらはね、ラジオネーム俺は俺ださん、ありがとうございます。いつもお世話になってます。浜松の方ね、久しぶりにおたわりします。佐渡の旅良かったです、ありがとうございます。今度は新潟市内の名所をお願いします。あ、頑張ってやってみたいと思います。さて、ゲイリーさん聞いてください。うん、何々、先日オープンマイクなるものに参加しましたが、
ギター初心者の私ですが、ゆるいオープンマイクだから気軽にやってとのことだったんで、ところが他の参加者は7、8名で外国の曲を演奏する人など上級者かっこプロ級の方々でした。思いっきり大恥と大汗をかいてきました。何言ってるんですか。大丈夫大丈夫、そんなの気にしないで。私はですね、いつも思うんですけども、音楽は上手い下手じゃないです。ここです。もちろんテクニックはね、あるに越したことないんですよ。もちろんそのために頑張ってください。でも最終的には歌もギターもハートで、もっと言うとギターは顔で弾いてください。よろしくお願いします。ラジオネーム俺は小田さんにもステッカーピック送ります。あ、もう一枚で結構かな。あ、これそうだ、これ絶対やりたかった。長野県中野市の、ペンネームはペンネーム富井系改め富井系改め長野県の系書いてつまんなくなって富井系でいいんじゃない別に、ね、まあいいや。長野県の系さん、ゲイリー様久しぶりです。以前2回読んでいただいた長野県の K です。そのおかげで2セットステッカーとピックいただきました。よかったですね。またこれでまたもらいますよ。早速といっても2ヶ月近くの前ですが、ステッカーを車に後ろに貼らせていただきました。NV100、 これ日産だね。日産の軽ワゴン、後ろにね貼ってるんで、うちのホルスの目のこれちょっと分かるかな、まあまあやばいんでやめておきますね。貼ってるんですよ。で、どこかで5万人いる視聴者さんからいつか声をかけられるかもと期待して車を走らせていますが、今のところ一切ありません残念。これからもお体に気をつけて頑張ってください。我らが中年の牛店長をずっと応援しています。ありがとうございます。皆さんもね、この送ったステッカーできたら車の後ろに、僕なんかガラスのところに貼ってますんで、ガラスのところっていつも剥がせるし後にならないので、ガラスのほらリアガラスの右隅に貼ってるとね、かっこいいと思いますんで、運気アップにもつながりますんで、よろしくお願いします。中年の星になれたらいいと思ってます。頑張ります。こんな感じかな。あ、でもここまで来たらあと2枚だから頑張って読もう。こちらはですね、東京都の、ペンネーム熊球さんです。ゲイリー様、いつも楽しい放送ありがとうございます。とんでもない。先日の、ちょっと前ですね、忍の会議のドラマの鶴谷氏なんですが、はい、実は私の同学年、同じ高校ですか、向こうは知らんと思いますって。同学年、ほぼ同級生ってことでしょ、だから。休み時間もベランダで黙々と練習していました。地元のバンドの中心としてその頃から輝いていました。かっこいいな、応援しています。鶴谷さん、ゲイリーさんも体に気をつけて頑張ってください。応援しています。ありがとうございます。じゃあ今東京に住んでるんですね。東京に、じゃあ新潟出身なんですね。熊球さん、ありがとうございます。あなたにも、ステッカーと、ね、ピックを送ります。あ、嬉しい。こういうほら夏らしい絵はがき、ありがとうございます。はい、ということで最後のハガキになりました。福岡県の、この人、あ、ごめん、名前消すのでした。ラジオネームよもぎギターです。いつもありがとうございます。出張買取編見ました。見てくれました、ありがとうございます。ボルボいいですね。私は昔ホンダのシビックに乗っていました。はい、さて私は最近ギタリストの小倉博一さんの、スノーなんていうの、これちょっと達筆すぎて読めないという D45 のみのアルバムを聞いています。なるほど、聞いていると疲れが取れる気がします。なるほどね。6月18日配信のコージーパイル、まだ聞いていないので YouTube で探します。なるほど、ありがとうございます。いろいろ聞いてみてください、ありがとうございます。ということでね、おはがき本当に今週いっぱいありがとうございました。さあ、ということで今週はですね、おはがきコーナー一番最後に持ってきましたけど、いかがだったでしょうか。ということで今週は、僕のね、本当個人的な話で申し訳ないんですけども、レコーディング風景、そして、バックトゥーザフォークね、先週からの引き続き、名盤ですね、かぐや姫ライブお送りしました。来週は一体どんな名盤が飛び出すのでしょうか。来週もぜひ見てください、聞いてください。今週も最後まで見ていただいて本当にありがとうございます。ということで今週もお相手は私ゲイリー杉でした。また来週。